フォートナイトのロビーで放置してて、今ね、帰ってきたら、なんか、猫からね、こんばんは、運営の人は偽物だったんですね。人としてありえません。あなたを訴えます。これは刑法199条の、人罪ですか言って。ちょうど今俺戻ってきたとこなんだけど、なんかね、こういう風に来てたんで、しかも招待もされてるし、ちょっと入ってみようかな。こんにちは。あ、え？え？うん、こんにちは。この間の運営の件なんですけど、はい。はい。本当に、訴えます。え？はい、この間の運営の動画を拝見いたしました。はい。僕のことを騙しましたよね。ありえません、本当に。冗談だけ。僕一つも悪いことしてない、あなたは悪いことをしました。静粛に。あ、はい、すいません。笑わないでか。あ、はい、すいません。そして、あれは、刑法199条の殺人罪に当たるのです。え、殺人罪？はい。あなたが。え、殺人罪ですか、僕。はい。そして、これを踏まえて、あなたのことを正式に訴えることにします。私と法廷で戦いましょう。公正の 1v1 とかじゃなくてですか？裁判所、わかります。ふざけてないんですよ、こっちやって。以上です。あ、ただし、示談金としてギフト5万円分をお支払いいただけんなら、取り下げます。今回は。静粛に。あ、すいません。ギフト5万円分をすれば許してくれるんですか？こっちだって、はい、お金払って裁判を起こすんで。じゃあやめた方がいいんじゃないですか？だから、示談金をくれれば取り下げます。はい、いや、じゃあ訴えてください、どうぞ。え、ギフトで済むんですよ。ギフトですよ。たった5万円。いや、でも、まあ別に僕悪いことしないんで訴えたらどうですか？ギフトですよ。たかが5万円ですよ。一回クリエイティブ入りません？じゃあ。正直あなたとはもう一切やる気はありませんけどね。動画の途中なんですけど、クリサポで始めたんでよかったら皆さんクリエイターサポートお願いします。SYONN、あ、すいません、間違えました。SYNOO です。はい。皆さん、クリサポよかったらお願いします。一応、その動画は全部見たんですか？あ、はい。あー、見たんですね。まあ、でもあの動画を、まあ、まず撮る経緯としてね、ちょっと話したいんですけど、その猫さん本人の、暴言とした打ちがひどかったから撮ろうと思ったんですよ、あの動画は。いや、そういう話じゃん。いや、そういう話です。あの動画を出した以上、僕を殺したようなものなんです。はい？これは、本当に、冗談抜け立派な殺人罪です。いや、それが意味わかんないんですけど、まあ、結果的に、その、良くないことをしてるわけじゃないですか。まあ、フォートナイトからすれば、いや、あなたが。は？まあいいです。バン対象とされるような行為、まあ、違法な行為を行ってたわけじゃないですか、はい、あなたは。いや、だから、そういうことじゃなくて、はい。殺人の話をしてん。いや、その話してないです。本当に訴えるんですか？はい。こっちはふざけてないんで。いや、でもちょっとギフト5万円ってちょっとふざけてるような気がしますけどね。いや、ふざけてません。偽物の運営を呼んで、で、その猫さん、あなた自身を更生させようと思ったんですよ。で、まあ実際に、まあ更生したのかちょっとわかんなかったんですけど、それもあなたが悪いんじゃないですか、普通に。あなたが始まりなんで。いや、こっちこそ、僕を殺されて迷惑なんですけど。はい、いや、ね、今生きてるじゃないですか。これ喋ってんのじゃ誰ですか？だから、はい、あの動画を出した以上、はい、こっちは殺されたようなものなんですよ。じゃあ、あの動画非公開にすれば解決するってことですよね、それじゃあ。いや、示談金をくれれば訴えます。だから、その日動画非公開にしますよ、じゃあ。ギフトですよ。非公開にしても許しません。え？こっちは本気なんですよ。まあ、だから、訴えてください。いいっすよ。訴えてください、じゃあ。どうぞ。ギフトですよ。たかが。5万円。あなたがギフト欲しいだけじゃなくて。違います。ちゃんとしてください、本当に。はい、あなたですよ、ちゃんとしてないの。あなたですよね。だから言い訳ばっかさしてさ。はい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 。ふざけないでください。いや、ふざけてない。あなたですよ、ふざけてんの。だから資産金ギフト5万円とか言って。5万円ですよ。だからそれギフト欲しいだけだから、その違います。じゃあ、だからその訴えてもらって、どうぞ。5万円ですよ。ギフト欲しいだけや、お前。話になんないですね。訴えてください。僕はもう抜けますね、じゃあ。勝手に動画を出されて。しかも、あれは、あの上は偽物と言える。非公開にします、じゃあ動画は。で、正式な謝罪を、じゃあしますね。それでいいですか？だから、はい。示談金5万円を払えば、済むんじゃね、はい、
じゃあ俺に怠慢で勝ったらいいっすよ。俺に怠慢で勝ったら示談金、まあ何、5万でも10万でも20万でも払います。はい、それでいいですか。いいでしょう、いいでしょう。本当にふざけてないんで。いや、僕もふざけてないっすよ。ありえないっすね、そんなことで。つもつく人材。え、じゃあ俺ってことですか。はい、まあ僕も悪かったですよ、まあ、もちろんもちろん僕も悪かったですけど、はい、当たり前じゃん。結果的にその状況を作ってしまったのはあなたの普段の行いなんで。まず1キルで。そういうのいいんでやめてください。いや、もう確認です、確認。あ、よしよしよし。で、お母さんは知ってるんですか、これ。知ってます。シャンロンっていう人を訴えたいって言ったらなんて言ってました、親は。じゃあ法廷でやらないとねって言ってました。あの動画で自分が悪いなって思った点は一切なかったってことですか。はい。あ、じゃああなたはもう何もしてないと、まあただの被害者だと言いたいんですか。はい、はい、ただの被害者です。目つけられたらバンされるような行為をしてるんですよ、あなたは。だからそれをやめてっていう話で、まあ、やっぱやめさせるにはやっぱりそれなりのね、何かが必要だなって思ったんで、まあそういう、まあなんて言うんだろうな、その治療みたいな。うわ、マジか、やばい。うーわ、よっしゃ、来たぞ。まあタイマンいいっすわ。じゃあタイマンもう終わりで。はい、はい、あと1回戦残ってます。訴えてもらっていいっすよ、普通に。もうギフトごめん、はい、払わないっすもう僕。ここまでしといてそうやって逃げるのは詐欺罪ですよ、はい。だからあなたがマイナスになるだけなんでいいんじゃないですか、その自滅ということで。ギフトの選択があなたに幸運をもたらすんですよ、はい、いいんですか。ここでギフトをやめていいんですか、本当に。はいはい、やめます。じゃあこれで、あの、僕が勝ったら、その訴えを取り下げてくれるんですね。はい。で、僕が負けたら、5万円を支払うってことですか。いや、あ、5万円いや、10万円。10万円。え、10万なんですかこれ。まあこれで決まるっていうことで、はい、やっぱ結局は強いものが勝つってことなんですよ。あ、じゃあこれであの訴え取り下げってことですか。もう今すぐにでも警察に通報してやるよ。お前ふざけんなお前。あれどうしました。は、これ訴え取り下げですよね。はあ、もうそんなことするわけねえだろ。10万円なしか。お前、10万円なしか。ああ、もう今すぐ警察に行ってやれよ、このクソガキが。お前、10万絶対奪うからな、お前。クソガキが。あれ？あれ？ふざけんなよ、お前、マジで。どうしたんですか、いきなり。気持ち悪いんだよ、お前。で、ぶち殺すから、住所特定し。え？今何て言いました？だから、ぶち殺すって言ってんだよ。え？接触迫罪ですか？は？そんなん知らねえ。脅迫罪ですよ。ああ、マジ決まり。黙れ、ブス、黙れ。知るよ、知らねえよ、そんなクソ。とりあえず、訴えは取り下げということで。あー、黙れ。あいつ、もうギフト欲しいだけやん。170% ないんですけど、もしこれで訴えられることになったらね、まあ、それはそれで、動画にします。